ニュースです。何度もバズる異例の和菓子下克上鮎ヒットの裏側、鮎が鮎に食らいついた形の和菓子下克上鮎がツイッターで可愛いなどと話題となっている。本商品を販売する岐阜県の玉屋本舗は NHK 大河ドラマ麒麟が来るをベースに置き、主流の事業である上り鮎と若者受けを狙ったクスッとくるストーリーやデザインを掛け合わせたことで誕生したと話す。 SNS での反響に対しては非常に嬉しいと述べている。